はようございます、こんばんはかな。ついにねここに4日前ぐらいだったかな、来た時にはねもうここに張り替えられてたんですけど、先週末か木曜日か金曜日だったと思うんですけど、正式にねデーブ&バスターっていうゲームセンターがね、でも2025年の春だって声がね裏返りましたけど、そうそうこんな感じでね、もともと白木屋があったところにやってくるみたいです。というわけで今日は言うの忘れてた、ちょっと待って、ですね、あちょっとやだやだ、今日は前本でいいか、2024年7月29日夜の7時3分です。月曜日、気温は26度です。今日はね、今はアラモアナセンターなんですけど、こっからね、ちょっとね、コスコに行こうと思うので、コスコから始まります。コスコに着きました。何買うやったっけ、あ、そうそうそう、必要なものは、絶対必要なものはランドリーソープだよ、分かった、お疲れ様、今日も疲れた、ないの、でもオリンピックばっかり見ようけんね、寝不足やね、でも楽しいね、北朝鮮ね、卓球のかに関しては北朝鮮が本当強いね、びっくりだね、楽しい見ててね、なんかいつもとは違うね対決になってるからね、だからファイナルは北朝鮮と中国でしょ、うわー楽しみ。さあどこ行くんだったっけ、ランドリーソープか、今日1時半だよ、今日の1時半ね、 AM ね、そうだね、寝れんやんね今日もねまあいっか、どこ、あっち。というわけでね、ちょっとねコスコにねお買い物を来たので、今日のコスコはどんな感じかと回してみたいと、お届けしてみたいと思います。オレンジ、なんか今日オレンジシーズン、今はですね7時半なので、あれここ何時までだっけ、ここ、うん、8時半か、じゃああと1時間だけやけんね、ちょっとバタバタになりそうだけど、あ、そっかこっち側か、やっぱこのぐらいの時間の方がさ、人が少なくていいよね。何が気になったと、あ、プルコギ、プルコギを買うのかな。何これ、マッシュポテト、すごい、何それ、プルコギ、日本のとはねちょっとねまた一味違うんですけど、プルコギ 22.58 ドル、なんか他にお得なものあるかな、今日はアサイジュースは、あ、特に安くないね、うん、7.69、 今日は変わらないので、めっちゃ早いですね今日、めっちゃ早く歩くね、ね、聞いとる、お腹が空いたんじゃろ、やけ早く買ってピザを食べよう作戦やんね、お安くないよ、30ドル、まあいいか、ちょっと大きいですね、本当一緒だよ、29ドル、あ、30ドルだね、 29.90、 今日ダウニーじゃないけど大丈夫、ダウニー、うん、いつも今のダウニーだよ、大丈夫ね、え、こっちは、こっちは何、あ、でも156 104、こっち104個とこっち156だよ、156個、うん、でも多分パワーはこっちが良さそう、ウルトラオキシウ、どっちがいい、ウルトラ、はい、じゃあ買い物終了、必要なものは終了、
ここは卵とかですね。卵をね大量に買うみたいなんですけど、それいくらするの？うん、9ドルって書いてる。安いね。9ドル、7ドル、安い。卵を安いのを買うならコスコだね。こだわりがなければね。終わった？うん、終わった。終わり？なんか散歩するの？なんか欲しいのあったっけ？トマト？クリームチーズ？クリームチーズ。なんか欲しいものあったよね。なんか欲しいのがあったんだよ。忘れちゃった。なんだったかな。今日ジップロック安いよ。14ドル。まあいらないね。お、なんか何味？ホノルルクッキーの、あ、グアバだ。うん。グアバ、グアバ、美味しそう。 9.49 ドル、値段は変わらない。さあ、このパンは 6.24、 2個入ってますからね。今日のこれ安いって感じのはないかな。わ、なんかこれいつもよりすごく大きくない？気のせいかな。 6.89。あれ、どこに行った？あれ、見えなくなった。音あった。海苔はまだあるし。あった？チーズ、ストロングチーズ。なんか買う？ポテチ、パン。パンいいね。私も今ね見とったと 6.49 やし、安いよね。賞味期限は？エクスパイアは？エクスパイアはどこ？どこにあるの？そうだね、普通ここじゃない？なんか違うよ。多分の人とはね。ないよね。でも食べれんかったらフローズンすれば大丈夫じゃない？うん、いいよ、買おう。何？ジャパニーズパーティーミックス？なんだろうこれ。あー、おかきとかね。ハマンで、うん、ハマ、うん、12.89。 餅生地があるやん、私たち。美味しいね。ほら、家にあるやん、わかる？あれ、せんべい美味しいよ。あの、今ある福岡で買ったやつだよね、あれがいいね。アボカドは あるね。もらったのが、お庭で採れたやつ3個もらったから。そうだ、今日はアボカドを食べないけんねって言ったね。だから、あ、だからトマトですね。あ、トマトね。サラダ作るのね、今日は。サラダも作るのね。どこかな、トマト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 ないね。あるね。どこ？うち、あったあった。ビッグトマトだ。あるね。小さいトマトある？あったあった。安いね、やっぱこんなに大量に入って。5.89 ドルね。ドン。行くの？クロワッサンはまあいらないか。うん、行こっか。今日ね、ワイキキも行かないかんけんね。ちょっと時間がないね、あまりね。というわけで今日は爆買いしてません。私たちにしては珍しくない？必要不可欠なものを買いましたね。
じゃあ帰ろう。見て、あのドリンク、ドリンク見て。さあ、というわけでフードコートに並んでます。わかった、何すれ。今日は出張早いお買い物だったね一瞬で終わりました。私はね、今日クッキーがいいな。クッキー、うん、だって夜ご飯食べるやろ。アボカドサラダと、うん、何作れパスタ、うん、プルコギか。プルコギもあるね。今日プルコギも買ったけん、私はクッキー。あのクッキーちょっと気になるじゃん。 2.49 ドルで、あれ5枚入ってるってこと。 5? 何が、うん、クッキー。ちょっと待って、これアップできるかな。このクッキーなんですけど、絵ではさ、写真では5個あって、まさか5枚はないよね。だって 2.49。 ジョングクだ。ジョングクだ。ジョングク T シャツ着てる人がいたジョングクファンだね。何する、カルちゃんは。セイン、いつもと一緒。ピッツァ2個とホットドッグ1。あー、人がすっごい並んでる。閉店間際やけんね。そう、クッキー。私クッキー。クッキーね。うん。じゃじゃーん、だいぶ進みました。何買いますか？何買うと？ホットドッグ1。2スライスピッツァ。私はクッキー。うん、食べよ。何それ。あ、ホットドッグですね。安いよね、これとジュースで。もうハワイで一番私は安いものだと思ってます。ジュースとホットドッグでね、 1.5 ドルだからね。全部でいくらだった、このオニオンはね。レジで言ったらもらえます。 8.6? 安い。クッキー、イエーイ。え、なんか5枚じゃないよ。何？やばい、めっちゃ大きいクッキーが入ってるよ。え、びっくり。ちょっと待って、後で紹介しよう。と、これがピザが2枚2個でしょ、ピザ、うん、え、このクッキー何。いや、私てっきり5枚と思ってた。あったかいです、うん、食べよ、いただきます。今日はすごいお友達に会う ね, ね、一人は私たちのフィジカルセラピーのね、トレーナーだったね。もう一人は卓球のお友達で。え、ちょっと待って、とりあえずこれ何、すっごいめっちゃビッグやん。うわー、すごい。でもなんかサクサクな気がします。これはでもちょっと高いね、これ。コスコにしてはね。 2.5? レイバンクッキーとあんま変わらんやん、値段が。食べる。これはチーズだね。それ何？ペッパーか。でもね、ペッパーもチーズもレジで言ったらね、もらえます。じゃあ私クッキー食べてみよう。大きい、うん、うん、アメリカのクッキーって感じ。さあ、さてさてさて、ここでね、お買い物とちょっとサクッとスナックを食べてワイキキに来ました。ちょっと今日はね、用事があって、うん、これそうしたら早速カルちゃんがなんか欲しいとか言い出して、これ何ですかね、これね、何なの、サッカー。サッカーだったら本当に欲しいらしい。
すると参加たまに、まあ、たまに私としようけどね。もうこれが$19アルファで、アルファ19ドルだってすごいお安いです。20ドルね、うん、でもかっこいいよね、うん、20ドルには見えないよ。これバンズやん。これもなんかねいいって聞くんですよね。この感じの海とかに入れるね、このバンズ。ちょっとカラフルすぎるけど20ドル安い。バンズショップで買ったら50ドルもっとしたかなぐらいです。見て、あ、これいつものやつか。なんか変わったお土産あるかな。クローズ？もうすぐクローズかな。そんな感じがしますね。今日は何曜日だっけ？うん、月曜日？月曜日か。でも結構まあまあ人がいるね。見て見て、ハワイ入ってるトランプとバイデン、これもうすぐ選挙やね。どうなるっちゃろうね。もうすぐでしょ。11月ノーベンバーでしょ。選挙英語でなんだっけ。エレクション。あ、そうそう、エレクションね。うわ、ちょっと結構混み合ってる。さあ、なんだか久しぶりじゃない？夜のワイキキ散歩。違う？ちょっと久しぶりだ。ちょっと久しぶりだよね。いつからシルクドソレイユある？多分12月やったよね、うん、ここで歩いたよね、うん、さあちょっとコーヒーでも飲む。飲んでいい？飲んでいい、うん、いらない？散歩しよっか、うん、この時間まだ今8時半。今何時？9時か。9時10分だけど多分ここアロマカフェ開いてると思う。少しだけ見よっか、うん。あれ、閉まってる。残念。食べれません。飲めません。お、どこにあるの？お手洗いね。どこだったかな。あ、こっちは開いてる。マウイバーのところ。あ、ここであるじゃん。見て。あそこ、左。ここであるのかな？このフロア？ここない。ここだよ。ここ、ここ。ワイキキレートトイニートイニーフォーでしょ。シルクドソレイユかけアウトリガー。え、これなんかこんな絵ありましたかね。これはここかな。マウイビア、ハワイアローマカフェだ。これとこれ、タモさん。あ、すごいハワイ気持ちが良いですね。なんかこの絵すっごいいい、かわいい。ワイキキバイブス。左がマウイビア、こっちはプールですね。じゃあ行こうか。
土産なんかあるかな。ちんちゃって言ってる。だから韓国人だ。ちんちゃだけ私わかるね。月曜日のワイキキ、夜のワイキキです。相変わらずチーズケーキファクトリーはすごいね。ワイキキの場所かな、場所が良いからかな。すっごい、これ街だよね、ウェイティングだよね。すごい皆さん、まあ、ほんと満席、まあ、雰囲気最高だよね。特にね、でもこうやって見ても本当に日本の方全然いないかもね。あ、ここめっちゃ人あるじゃん。めっちゃ人多いね今日。すごい、なんでだろう。今ちらほらね、日本の方々も見かけるようにはなったんですけどね、やっぱ夜のレストランはね、今円安やけん高すぎますよね。私たちもなかなか行かんもんね、ディナーね。ランチは行くけどね、たまにかな。どこ行く？どこ行く？インターナショナルマーケット行く？多分もう閉まっとじゃない？9時10分やけ。なんか空いてるとこあるかな。そう、最近なんかロレックスが買えるらしいよ。ね、聞いたよ。ワイキキとアラモアナ。うん。今もうクローズだよ。さっさっさっさ。全部買い物できるの？全部買い物？どういう意味？誰？誰が？人気の。人気の？多分できるよ。本当？あ、さ、誰？あ、人気のモデルもできる？わかりません。しょっちゅう、カルちゃんの方が嫉妬やん。できないね。いっぱいいっぱい買うが必要だよね。いろいろね、裏技があるけんね。さ、気づいたらさ、もうさ、ジュライ終わるよ。何が？ジュライ。何が今が終わるの？もうジュライが終わって、もうすぐオーガストだよ。早くない？早いよね。びっくりした。どこ行くと？上？どっちでもいいよ。本当に早いよね。もうあっという間に秋になりそう。だってこのオリンピックが終わったらさ、もう多分オーガストでしょ？で、お盆で、もう9月で、で10月だよ。ハロウィンとマイバースデーがあるね。どこ行くのかな、嬉しいな、楽しみだな。その頃にはね、きっともうね、フィジカルセラピーも行かなくてよくなってると思うので、旅行が解禁ってなってくださいって感じね。どっか空いてるかな。どこもアパレルはもう閉まってるよね。あれ、こんなに長かったっけこの木。ここなんか通る、え、こんなにあった、あるよね。そんな一瞬で伸びるはずないけんね。アンクルシャークキー。何それ、どこ、アンクルシャークキー。そうや、なんかさ、一個素敵なあれあれ、韓国のね、病院ができとっちゃうね。ね、うん、ここクリニック、エージェントケア、アージェントケア、ケア、うん、韓国人だよね、韓国語があるけん。しかもアイ東京、なんかおしゃれ。あ、韓国人だね、カンちゃんだよね。おしゃれすぎる、この病院、緊急病院すごいね。さすが韓国や、おしゃれ。じゃあこっち行こう、ちょっとツリーハウスを歩いてみましょう。
ドンザビーチコンバいやでも本当一日中じゃない、まあ、一日中もそうだけどさ一年中涼しい晴天だけど風があって気持ちがいいってやっぱりいいですよね。そうだそうだもうすぐお盆もあるということでね私のねお友達たちも今日明日がね結構日本からハワイにも日本は暑すぎて無理っていうことでね来る方が多いのでねちょっと楽しみですね。いろんなとこ行けたらいいね。クレイジーシャツにっちゃん日本人どうなんだろうね。あんまり聞いたことはないけどどうなんだろう。皆さんお好きですかクレイジーシャツ。みんなに聞いてみよう私もちょっとわからんけんさ。ここの店舗小さいね。ここの店舗小さい。でもワイキキブリューイングカンパニーちょっとスモールだよねここ、うんうん、ね。じゃあ、あれ何ちょっとかわいい。あ、60周年。あ、この猫なんか好きな人多いかも。60周年。何が違うと思う？パッケージだけ？ホノルルクッキーどう思う？セーム？さっきのどうすると靴？ナイキのサッカーシューズ買うの？考えるの？考えようか。だって 今めっちゃ欲しいとかないでしょ、うん、あるの？ないないね。あ、見たいお店見たい。アンフォロアンソロフォロジー全部クローズだね、うん、残念だ。まあ分かっとったけどね閉まってきたけんね。でもねちょっと散歩がね必要ということでね歩きに来ただけです。ターゲットやっぱりまだだね、うん、ずっとカミングスーンやん。ここ何え、ここもキャットカフェやできと人気やね。ジャック・サオレンの絵かわいい ね、好きこの絵色使いが好き。これがターゲットカミングスーン。見て見て募集してるよ。 18.25 1時間時給ターゲットいいねさあというわけで帰りますか。とにかく私たちは今オリンピックに燃えてるねとにかく楽しいよね。じゃあ帰ってオリンピック見ようか。というわけで今日はねこの辺で終わりたいと思います。ではでは皆さんまた明日バイバイ。バイバイかな。どう思う？バイバイじゃないかな。クヒオから帰ろう。了解。どう？どうなの？30度だろ？めっちゃいいじゃん。やばいじゃん。暑いよ。なんかドナルドダックみたいだよ。